オレゴン州に住む4人の少年たちのある夏の日の冒険を描いたスティーブン・キング原作の「スタンド・バイ・ミー」電車に跳ねられた死体が放置されているという噂を聞きつけた4人の少年たちの死体探しの旅を通して思春期に誰もが感じる孤独感や戸惑いかけがえのない友情が描かれたこの作品は公開から30年以上が経った今でも多くの人々に愛されています。今回は スタンドバイミーに出演していた俳優たちについてお送りします。ウィル・ウィートン、4人の少年たちの中でも特に繊細な感性を持つゴーディ、文才のある彼は最近、その才能を認めてくれていた最愛の兄を交通事故で亡くし、兄の死から立ち直れずゴーディを帰り見てくれない両親との間に溝を感じ、孤独感を深めていました。そんな多感な少年の孤独を体現し、 高い評価を得たウィル・ウィートンは1972年7月29日生まれ10歳くらいの時から子役として活躍していましたがウィルによると彼の両親は自分を虐待しており俳優になったのも両親に強要されたからなのだとかそして今ではそんな両親とは疎遠で全く連絡を取っていないそうです映画の中で時折見せていた寂しげな表情は俳優としての天性の才能だけではなく 私生活もも影響ししていたのかもしれません「スタンド・バイ・ミー」以降もテレビシリーズ「新・スター・トレック」にレギュラー出演するなど俳優として数々の番組に出演一時はアルコール中毒に苦しんだ時期もありましたが現在は無事克服近年は俳優だけでなくオーディオブックのナレーター声優として2007年の日本のアニメ「劇場版なると疾風伝」の英語版にも足穂役で出演を果たすなど 幅広く活躍していますまたゲームやアニメのオタクという一面もあり彼の運営するブログは同じような趣味を持つ人々から大人気私生活では年に結婚奥様と彼女の前の旦那さんとの子である息子2人とカリフォルニア州のアルカディアに在住これからも俳優だけでなくオタ活もますます充実するといいですねジェリー・オ・コンネルぽっちゃり系男子でいじられキャラのバーン 4人が死体探しの冒険に出ることになったのは彼の兄が不良仲間と死体について話しているのを偶然バーンが耳にして思わず4人に打ち明けてしまったのがそもそものきっかけでしたそんなバーンを演じたジェリー・オーコンネルは1974年2月17日ニューヨーク出身「スタンド・バイ・ミー」に出演するまではほとんど演技の経験がなくその後もしばらくは学業優先で 本格的に俳優に復帰したのは大学を卒業してからトム・クルーズ主演のエージェントやブライアン・デ・パルマ監督のミッション・トゥー・マーズなどに出演し着実にキャリアを重ねますちなみに大人になってからの彼はぽっちゃりしていたスタンド・バイ・ミーの頃とは打って変わってすっかり引き締まり同一人物とはわからないほどイケメンになっていました私生活では2000年の映画「X ・メン」で青い色の肌を持つミュータンと ミスティークを演じた俳優レベッカ・ローミンと2007年に結婚双子の女の子のパパでもあります近年はトーク番組の司会も担当するなど公私ともに充実しているジェリーをコんねる今後も幅広く活躍してくれることでしょうコリー・フェルドマン眼鏡をかけたちょっと乱暴で生意気なテディ彼の父親は軍隊上がりで戦争のトラウマで精神的に病んでしまいテディを虐待していますが そんな父親をテディは恐れながらも尊敬もしているという複雑な感情を持っている少年ですテディを演じたコリー・フェルドマンは1971年7月16日ロサンゼルス生まれ当時最も活躍した子役の一人でその風貌から小型ハリソン・フォードなんて言われたりもしていました1984年スティーブン・スピルバーグ制作の「グレムリン」では凶暴化したグレムリンたちをパチンコで撃退していた男の子 ーートを演じたコリーこの時はまだまだ小さい男の子という感じでしたがその翌年1985年に公開されたグーニーズではすっかり少年らしく成長そういえばグーニーズでもスタンドバイミーと同じようにぽっちゃり少年のチャンクをいじるなマイキ小僧の役でしたとにかく80年代中頃から後半は子役兼アイドルとして引っ張りだこだったコリーその後も俳優業を続けるものの 薬物の誘惑が彼を捉えてしまいまいすそんな生活に陥ってしまった理由には彼の家庭環境も影響しているかもしれませんコリーによると両親は彼が子役として売れっ子になるとすっかりコリーに依存し金づるとしか思っていなかったそうですそんな両親からは早々と独立するもののその後もたびたびヘロイン所持で逮捕され次第に俳優業からは遠ざかってしまったようです現在は そんな自分自身についてのドキュメンタリー番組に出演したりまた自身のバンドを率いてミュージシャンとしても活動中薬物によって一度は失われてしまったキャリアですがまた本格的に復活して俳優として残りを見てみたいものです。リバーフェニックス4人の少年たちの中でもリーダー格のクリスアルコール依存症の父と暮らしている家庭環境から自分の人生に期待を持てずに自暴自棄になっているものの 実は正義感が強く友達思いでゴーディに文学の才能があることも見抜く聡明さをも持ち合わせていましたそんなクリスを演じたのはリバー・フェニックス1993年に23歳の若さで突然亡くなってしまったリバーを今でも悲しみを持って思い出すファンは少なくないでしょうそれほど彼の死は当時世界中の映画ファンに衝撃を与えたのでした1970年8月23日オレゴン州生まれ ももととヒッピーだった両親がカルト宗教団体に入信して伝道師となったため南アメリカを転々とする生活を送りますその後カルト宗教団体を抜け出し家族みんなでアメリカに戻りますがとても貧しかったリバーは兄弟や姉妹と路上パフォーマンスをして稼いでいたこともありました映画デビューは1985年の「エクスプローラーズ」ちなみにこの作品は90年代を代表するイケメン俳優の一人 ーーサンホークのデビュー作でもありますそして「スタンド・バイ・ミー」のクリス役で一気に注目度アップ次の作品「モスキート・コースト」ではハリソン・フォードの息子役を演じて話題になりました「スタンド・バイ・ミー」の時はまだまだ垢抜けない印象だったリバーですが「モスキート・コースト」では美少年ぶりが爆上がりしていてびっくり仰天世界中の女子をときめかせたものですそして1988年 旅立ちの時でアカデミー女演団優賞にノミネートの快挙この旅立ちの時でリバーのガールフレンド役で共演したマーサー・プリンプトンは当時リバーの実生活での恋人でもありましたが一体前世でどんな徳を積んだらリバーの恋人になれるのやらと世界中のファンから羨望の眼差しを受けていましたね1991年にはキアヌ・リーブス共演の「マイ・プライベート・アイダホ」に主演 ベネチア国際映画祭の男優賞を受賞するなど高く評価されました子役から若手俳優として順調にステップアップしていたように思えましたがそんなリバーは実は薬物1993年10月13日ジョニー・デップが経営していたナイトクラブで仲間たちと遊んでいたところ容態が悪くなり意識不明にすぐさま病院に搬送されますがそのまま帰らぬ人となってしまいました 死の直前にもコカインやヘロインを過剰摂取していたのが原因だったようです。リバーが倒れた時にその場にいた弟とは4歳年下の俳優、ホアキン・フェニックス。2019年、ジョーカーでアカデミー主演男優賞を受賞し、今や名優の名を欲しいままにしているホアキンですが、兄については最近になるまで口を開こうとはしませんでした。若手俳優として、まさにこれからという時の突然の死。 予定されていた仕事としてはトム・クルーズとブラッド・ピット共演の1994年の作品「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」でクリスチャン・スレイターが演じたインタビュアーやジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」でレオナルド・ディカプリオが演じた主人公ジャックはリバーにオファーされる予定もあったのです1997年に公開されるや当時の歴代興行記録を塗り替えてしまった「タイタニック」「ディカプリオ」が素晴らしかったことはもちろんですが リバーが演じていたとしたらどうだっただろうと想像せずにはいられません23歳で亡くなり出演作も多くはないのにいまだにその死を惜しむ声が絶えないリバー・フェニックス伝説の俳優として彼の名が忘れられることはこれからもないでしょうキーファー・サザーランド町の不良グループのリーダーエース不良といっても年下の少年たちをいじめたり郵便受けを壊したりと 行動はケチなことばかりですが、ゴーリたちにとっては厄介な存在です。そんなエースを演じたのは、若き日のキーファー・サザーランド。キーファー・サザーランドといえば、2000年代を代表する大ヒットシリーズ、24で主役ジャック・バワーを演じ、一世を風靡したのも記憶に新しいですが、若い頃はどちらかというと悪専門という印象でした。1966年12月21日生まれ。 父親は俳優ドナルド・ド。ナルサザーランド母親も女優という家庭環境のキーファーが俳優の道に進んだのは自然なことだったのかもしれません10代の時からテレビシリーズへの出演後「スタンド・バイ・ミー」で一躍有名となり若手俳優としてエミリオ・エステベス主演の「ヤングガンや・ガン」やトム・クルーズ主演の「アフ・ユー・グッド・メント」に出演1990年には「フラット・ライナーズ」に主演し この映画で共演したジュリア・ロバーツとは一時カップルとして婚約もしたもののなんと結婚式の3日前に破局なかなか波乱万丈ですですがなんといってもキーファーの名を世に知らしめたのは2001年にスタートしたテレビシリーズ「24テロリストと戦うロサンゼルス」の捜査官ジャック・バウアーの活躍は世界中で大人気となり日本でも放映され2005年には来日も果たしています シリーズはシーズン8まで続きその後も単発で制作されキーファーは制作葬式として関わるなど「24」はキーファーのライフワークともいえる作品となりました年齢を重ねさらに渋みを増したキーファーサザーランド今後の活躍も期待したいですね好奇心いっぱいでもこれからの自分はどうなるのか不安もいっぱいの10代の頃そんな時代を一緒に過ごした仲間との思い出をつづった「スタンドバイミー」 かつての自分自身の思い出をもよみがえらせてくれるこの作品はベン・イー・キングの名曲とともに忘れられることなくこれからも語り継がれていくでしょう。